こんにちは、ヨンキャの中村です。では金輪継ぎの加工の方をしていきます。まずここの先端の方を切り詰め切ります。深さはですね、半分より少しいったところにセットします。はい、次にこの斜めの線を切っていきます。でこれもまず半分より深くした状態ですね。はい、次にこれを切ります。はい、次裏にして、ノコの刃の深さを半分ですねより少しにして切ります。次に下のここですね、はい、次に、くさびのところですねの斜めの線を切ります。深さ合わせてください。次にこれここを切ります。でこれ取っちゃいます。はい、最後にここですね、ここを気をつけてください。追っかけの時はまっすぐズバッて切れたんですけども、ここにホゾ、オスができるので、ここ貫通したら終わりです。なので、まずここ補助線書いた方がいいですね。まずこの下の線を書きます。ここはこういう風になるんですね。ここが残ってここがなくなりますという形になるので、まあここ丸のこ貫通させたらこのホゾがなくなってしまうので意味がなくなります。なのでここまで、まず丸のこ入れます。丸のこの深さ、ホゾの高さのところまでですね、ここまで切ります。ここまでです。こういう感じで切るイメージですね。はい、これ長さ短いので、これこういうふうにバランス悪いんですけど、本来は長いのでこんなふうにならないです。まあ今回ちょっと、まあ練習用でこんなふうになってるので、まあ短い材料を使っているので、まあちょっとから転ぶのは気をつけてください。あとこっち側ですね、ここまで丸のこを入れます。残りはですね、手のこでやっていきます。はい、ではこれ縦引きで切っていきます。はい、あとここもですね、ここも切りたいと思います。この残りを取ります。ちょっと材料が短いんでやりづらいですね。どうすかな。でこれは、あれですね、襟輪付き釜付きの襟輪付きの時に説明しているやり方と一緒です。まあ詳しくはそちらの方も見ていただければ、細かい説明していると思います。はい、基本的にはこうやって、まあ、こっち側から刺して折ってって感じですね。こう入れてパコッと上げて取るみたいな、ここ繊維を切って、まあ、これを取るっていう感じですね。まあ、なのでなんていうんですか、こっち側から入れて繊維を折って、まあ、これで切るみたいなの繰り返しです。
まあ、ここの中のところですね、中のところが出っ張ってないか確認しながら、やってください。あとここですね、ここも、中側が膨らんでたりしないかどうかを確認しながらですね、まあ、ここ面取っておきます。次にまたこっちとこっちを仕上げていきます。でここの細かいやり方は追っかけ継ぎですねで説明しているのでそちらを見てください。はい、いいですね、 OK。 じゃあ次こっち側を落としていきます。今ここも仕上がりました。なので次ここですね、でまず墨描きます。今やったのはここのここに、芯を描いてそこから15ミリ15ミリで下と上と結ぶという形ですね。はい、であとここできるだけ手の甲を入れたいと思います。まずこの側面ですね、よいしょ、続いてここですね、ここも手の甲入れたいと思います。本当はですね上に乗っかってこうやって切る感じですね。ただちょっと場所があれなので、場所というか材料が短いので、次に、ドリルですね、で穴を開けます。ここもですね、ここも2つ、なるべく角の方がいいです。はい、ここもこの墨は墨払いなので墨がなくなるように取ります。この横は墨半分ですけど、この奥の方ですね、こっち側の方が墨払いです。まあ、出っ張っているところがないか確認してください。あとここもですね、歪んでいるところというか変に出ているところがないかというのも確認してください。あとまだ面取ってない部分ですね、まあ、ここの面とここの面の面を取ります。とこの下ですね、金の方はこれで完成です。はい、であとこれと同じものを2つ、もう1個作ります。これで2つ目も完成です。くさびを作ります。で、今回用意したのは奈良ですね、奈良の 14.5 ミリぐらいの厚みです。この横ですね、横は墨払いのイメージで少しゆとりが欲しいというので 14.5 ミリの厚みにしています。原寸を描きたいと思います。ここに原寸を描きます。まず
下から200、下から200の線で、これから105ですね、105、はい、でこっちが上場だとします。でこっちが下場ですね。 で下が9、くさびの形としてはここが24ミリで、まあ上30ミリにしましょうか。これが290なんで、まあ長さ290で作りますか。下が11ミリかな。はい、ということでまずこっちが11ミリですね。下が11ミリですと。で上が3センチ。30ですね。くさびを作ります。はい、でこれで切ればですね、くさびができるという感じになります。では組み立ててみます。でまあちょっと引っかかりですね、とりあえず先っぽちょっと入るぐらいまで入れたらくさびを入れていきます。当たったかですね。くさびの下が当たっちゃってんでちょっと持ち上げました。はい、 OK ですね。これで完成です。はい、であとくさび抜いたらまたバラせるし、という感じですね。まあ、とりあえずこんな感じです。はい、まあここですね、ここの補装、まずここがちゃんと炭払いになってるっていうあたりと、まだ胴突きがちゃんとついてるっていうところを確認してください。あ、で抜くときはこれがくさびを抜きます。で、ここですね、ここにバールを入れて、よいしょ、こういうふうにバラす感じになります。まあ、そういう意味でもやっぱりここ炭払いしてやる方がいいですね。炭払いしてないとバールも入らないとバラすの大変になっちゃうんで、はい、これでまたくさび入れたらまた使えるようになるという感じになります。ここですね。はい、金輪継ぎの方を説明させていただきました。まあ、ポイントとしてはこの組み方ですね、追っかけのように斜めで入っていくということがないので、完全に平行に開いて閉じるという必要があります。もう平行に開くというのは相当大変なので、変なところで金輪とか作って組み立てるとき超大変みたいなこともですね、起こるかなと思います。まあ、そこだけ注意していただければなと思います。であと技術的にはですね、追っかけと目違いが、組み合わさっているような感じになると思います。なので、襟輪付き釜付きと、追っかけの動画をですね、見ていただければ、そういうところもですね、細かいところもちょっと分かりやすいかなというふうに思いますので、もしよければ合わせてそちらの方も、見ていただければと思います。はい、という金輪継ぎの方を説明させていただきました。何かの参考になれば幸いです。ではありがとうございました。